どうも、ドズルです。はい、ということで今日もクラッシュダイヤルをお送りしていきたいと思います。さあ、ということでバランス調整ね、大型のバランス調整がやってまいりまして、約2日間経ちました。2日前ですよね、確かバランス調整来たのが。2日間経ち、結構ね、ツイッターとか見てるとみんなデッキの話で盛り上がってますよね。こうホグライダーまだ戦えるだったりだとか、このカードを使ったこのデッキが強いとかね、今までこう使っていた枯渇デッキのこのカードとこのカードを入れ替えて新デッキ作りましたみたいな、結構デッキの話をみんな盛り上がっているんですけれども、今回のバランス調整で強化されたにもかかわらず一切話題に上っていないカードがあります。巨大スケルトン、今回のバランス調整で HP ヒットポイントが 5% アップしたんですけれども、全然ね話題になってないっていうか、みんな覚えてますか、巨大スケルトンが強くなったことを。ということで今日はね、巨大スケルトンを救いたいということで、巨大スケルトンを使ったデッキ、使っていこうかなと思っております。ヒットポイント 5% アップって聞いてもピンとこないじゃないですか、正直。あんまりこう強くなってないイメージがあるんですけれども、ただこいつもともと盾役ユニットでヒットポイントがそれ3000以上あるんですよね。3000以上あるヒットポイントの 5% プラスということは、数字にして150以上上がってるわけですよ、ヒットポイントが。さらにですよ、でこいつのユニットの特性上、その生きてタワーに届くか、こうタワーの前で死んでしまうかっていうのはめちゃめちゃ大事なわけですよ。だからあともうちょっとのところでタワーに届いたのにっていうのが、今まで届かなかったものが届いて、そしてタワーに大ダメージ、死亡時ダメージを与えてくれるっていうことを考えると、今回のこの HP の 5% アップはめちゃめちゃ強くなってるんじゃないかというのをね、期待して私は今日ちょっと巨大スケルトンを使ったデッキやっていきたいと思います。まあ、デッキのコンセプトとしては、キョスケでね、ターゲットとかプレッシャーをかけつつ、まあ、主体はディガポイで削っていこうかなと。で、うまく、トルネードとか、ハンターとかベビドラを使って守りながら、キョスケでうまくプレッシャーをかけつつディガポイで削っていくようなデッキ、こちらをね、やっていきたいと思います。まあ、キョスケがもう入れば万々歳ということでやっていきましょう。いや、キョスケ結構ね、個人的には強くなってるんじゃないかなと思うんですよね。 5% とはいえね、だって HP が150上がって、今まで届かなかったものが届くって考えると、まあ、ただしキョスケを使いこなせるスキルが私にはそんなにないのでないのでちょっと頑張っていきたいと思います。さあ、ではキョスケを出して、まあ、基本戦術としては巨大スケルトンでターゲットを取っている間にディガを飛ばして、その間にタワーをパコパコ叩くと、そういった戦術でいきたいと思います。さあ、ここはいきますよ。これね、うまく巨スケでターゲットを取って、さあここ、いいよいいよいいよ、オッケー。ここでチドーンが行くんじゃない？オッケー、ナイス、いいねいいねいいね、いい感じじゃないですか。今の、破壊時ダメージというか死亡時ダメージで一気にジャイアントとミニペッカも処理に成功。そしてこのポイズンはうまうまですね。相手ミスったかな、焦ったかな。よし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 、オッケー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 。ハンターに6コスト使ってくれたのはでかい。ハンターっていうのは結構こうまだ処理に慣れてない人も多いと思うんですけれども、至近距離だとめちゃめちゃ大ダメージになりますが、遠距離だとそこまで強くないんで、あのタワーダメージとか無視して大丈夫です。結構焦っちゃってね、あのすぐ目の前にユニット出しちゃったりだとか、余計にユニット使って守ろうとする人がいるんですけれども、遠距離の時は基本そんなに怖くないかな。さあ、ということで相手がジャイアントデッキか、そしてミニペッカで多分受けてくるでしょうと。さあ、ここでじゃあ、おー、なるほど、うまい。これは逆サイド釣っていきまして、ただしここでハンターキョスケというね、ハンターキョスケというコンボを使っていきます私。そうだな、このローリングッド打っていきたいけど、ローリングッドこいつに使いたいから、一旦こうやってね、さっと処理しつつ、左もカツッと処理と。オッケーオッケーオッケー、いいいい、あ、いける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 、いけ、届け、オッケー、きた。これですよ、これが 5% の力や、どや。今まで今のは結構やられてた可能性も高かったんですけれども、 5% アップしたことによって今のが届く、うん、届く、できる、それが巨大スケルトン、いいですね。さあ、ここポイズン打たれても仕方ないけど、ちょっと離して、あー、やばい、ハンターがやられた、ハンターがやられたぞ。ただし大丈夫、はい、いけいけ、巨大スケルトン、お前はタゲ取りさえしてくれればいい、タゲ取りさえしてくれればあとはなんとか。あー、ちょっと待って、ミニペッカが入ってない、ミニペッカが入ってない。ただここはミニペッカにチュドン、オッケー。これも 5% の力、嘘です、 5% 関係ないです。さあ、ここは、はい、キョスケでターゲットを取って、マスケットじゃない、メガガーゴイルのね、そしてハンターを生き残らせるという選択、いいですね。さあ、そしてここは
ゴロリンチョして、相手もね焦ってます、焦ってますよ。これはもう確実にこっちのキョスケに焦ってます。あ、縦線ね、縦線も優秀ですよね本当に。縦線はみんなぜひ入れてみてください。さあここは縦線使った後なんでミニペでかな、 OKOK、 ミニペで受けてきますが、ポイズンで少し削ると。さあ勝ったかな。あとはもうじわじわ差を詰めるだけですね。左も、あ、右か、右もそんなに心配しなくても多分削り切られることはないので、右で形作ってまた左で削ると。これで勝利じゃありませんか。縦線来たらポイズンで終わりですね。 OK、 グッドゲーム。おー、右も届いた。いや素晴らしいですね。いや巨大スケルトンね、思ったより強くなってる説はある本当に。まあ、今回の相手はちょっと巨スケとかハンターにビビりすぎだったんで、もう一戦行きたいと思うんですけれども、ユニット性能としてはその HP5% という額面上のね、その見た目以上の性能は出ている気がします。そのさっき言ったように生きるか死ぬかが大事なユニットなんで生きるか死ぬかが大事なユニットってめっちゃかっこいいな、なんか響きがかっこいい。よろしくと。ロマン砲がより届くようになったって考えるとね、それはでかいですよ。さあ相手はそうか、これ結構ねハンター後ろから出すの私結構抵抗があって、ハンター後ろから出すと弱いですよね。さあスケラか、いやホグリーディー、このホグリーディーはトルネードで抑えて楽勝処理ですね。さあこれどっちから行くのがいいんだろう。一応右にディーガー足しましょうかね。さあこうすると OKOKOK、 いい感じいい感じ。さあじわじわと削って、今回はホグライダー、ホグライダー 0.1 秒間ね攻撃が遅くなったということだったんですけれども、まあ、ちょっとねどうなんだろう、ホグライダーの一発一発ってかなりでかいので、そういった意味では今回の挑戦は痛かったんじゃないかな。ただしホグライダーはねやっぱりランカーにも人気だけあってすごいこう性能が高いカードだったんで、まあ、そういった意味ではいい調整だったのかな。ホグライダー謎のずっと修正されてなかったんですよ、そのずっと強い強いって言われてたのに。そういう意味ではね今回はいい調整だったんじゃないかなと。まあ、正直ホグライダーとかこう枯渇使ってるプレイヤーが多いんで、まあ、そういった意味ではこう文句が出やすい調整なんですけど、その文句を恐れずにね、よっしゃ巨助来た、巨助来たんじゃないこれ、あー惜しい惜しいな。まあ、そういった意味ではこう文句を恐れずにね修正したスーパーセルはすごいなと思います。基本さだってさ普通スマホゲームで一番人気のキャラクターとかってこう弱体化するのを恐れて他のキャラ強化に走るじゃないですか。そうするとこうキャラのインフレが起きてしまってこうゲームバランスが崩壊してしまうっていうのが結構こうテンプレートになりつつあるぐらいもうお決まりのパターンなんですよスマホゲームの。そこにこうなんて言うんだろう、人気だからといって甘やかせないこのスーパーセルのバランス調整の勇気ね、うん、これは褒めたいなと、うん、何様なんだっていう何様なんだって話なんですけど、別にこれはもうフラットな考え方として私はすごいなと思いますけどね。別に私がスーパーセル実況者だから褒めてるわけではありません。まあ、そんな話をしているとディガポエがかなり刺さっていきまして、 OKOKOK リードを取っておりますが、まだわかんないな。ここでアイスゴレ固めてくる、固めてこない。アイスゴレホグで来るかなと思ったんですが、アイスゴレいなかったらトルネードでまとめることもできますし、ハンターのゼロ距離でバシコーンできるんでね、ハンターのゼロ距離がマジで裸のホグライダーに対してベチコーン効くんでかなり強いですね。さあポイズンプラスのディガーと3発ぐらいで消えるかな、パワー落とせますかね。さあここで気をつけのチュドーン、 OK 完璧。さあ嘘、ディガーの3発で消えるは嘘でした。さあここ、あ、やばいやばい、ちょ待って、負ける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 、あぶんな。あとディガーを合わせてポイズンで消し去ります。さあ来いポイズン、 OK、 ここは相手合わせることができずにフィニッシュと、グッドゲームでございます。まあ、ディガポイがね主体なんで、この動画のコメントにも、いやお前どうする、巨大スケルトンじゃなくてディガポイの力やないかいっていうコメントつきそうなんですけど、この巨大スケルトンに対して相手がね今まで以上にユニットを割かないと相手のターンに大ダメージを作れるっていう状況が、それこそねディガーに対するこう対処が薄くなったりとか陸ユニットを枯渇させるっていう意味でも結構ディガポイと相性がいいと思うので、てかディガポイがね個人的に強いと思うんですよ。世界大会でもディガポイめちゃめちゃ多かったと思うんですけれども、このディガポイが一切こう、まあ、タワーダメージがねポイズン 5%
100% 弱体化されたんですけれども、ディガーに関しては修正が入っていないので、まあ、そういった意味でディガーっぽいプラスの何かっていうのがね、今後もこうスタンダードというかめちゃめちゃ流行ってくるんじゃないかなという意味でも、ディガーっぽいプラスの巨大スケルトン、今回はねなかなかいい戦いができたんじゃないかなと思います。はい、ということで本日は巨大スケルトンを救いたいということで動画を撮り始めたんですけれども、なかなか、いい感じにね、使った感触としてはなかなかいい感じかなと思うので、ちょっと巨大スケルトンね、使っていきたいと思います。個人的には一つレパートリーに加えたいぐらいお気に入りカードなので、ぜひともね巨大スケルトン一緒に使うぜっていう人募集しております。日本巨大スケルトン連合を作りましょう。ということで、今日の動画はね、じゃあこんな感じで終わりたいと思います。またねデッキの紹介だったりいろいろやって、最近ねサブアカやってなくて、サブアカのちょっと動画も撮らないとな。結構ねレジェンド付近で今の環境困ってるっていう人もたくさんいると思うので、そこら辺の動画も撮っていきたいと思います。ということで、今日の動画はじゃあこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。